Daniela is asking the expert. Daniela, 専門に聞くという専門家を連れてきました。彼女は何の専門家かというと、オイルとかね、お化粧品とかでね、佐藤子、松崎さんですね。はい、松崎佐藤子です。遠いところから来てくださって、ね、ありがとうございます。とんでもないです。いつもどこから来ました今日は、北九州です。北九州、自宅ですね。福岡県。福岡県の北九州ですね。北九州ですね。で、北九州に佐藤さんの会社があるんですよね。何代目ですか？現社長で4代目です。すごい、おかげさまで122年も。122年すごいですね、うん、ということは設立は1800そうですね明治ですね明治25年になります、ね、1876年くらい、うん、ちょっとすみませんすごいですね明治25年です明治25年です、ね、まあ日本人だったら分かるんですねそうですねで122を引いたらはあ、すごいですねで代々にいろんな食品を扱ってるんですか？もともとはお米屋さんだったんですけど、はい、お米を扱ってたんですけど、はい、そこからなんかちょっと舶来物とかも扱うような海外から入ってきたような今のメジャーストアさんだとかそういったちょっと港が近いので北九州門司はですねなるほどそういったちょっと珍しいものを集める食品店を始めてまあ、それからどん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 なんか一般食品、はい、小麦粉とかお砂糖とかあと豆とか小麦粉とお砂糖は日本に文化がなかったということなんか向こうの輸入物まあ大体最初はやっぱりお米の文化なのでそういったそうですよね、そうですね、そういったものがどん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 じゃあもしかしてうどんの由来はヤカベという会社ですねそんなこともないですけれどもでもまあでももちろんうどんもね小麦を使ってますので、はい、そういったものももちろん日本産もあったとは思うんですけど、うん、ヤカベが、まあ、ちょっと目指したのはそういったちょっと輸入してるものだとか目新しいものじゃあものすごく珍しかったものですねを扱いたいっていうの思いもあったみたいですなるほど一番最初当初の頃はですね一番最初の思いと今一番最まあ最近ですけど最近の思いはこれまた同じ思いじゃないですかだって佐藤子さんはどこに住んでたんですかニュージーランドニュージーランドニュージーランドに本当に全く思いがけなく8年も住んで、はいまあ、永住権を取ってしまうぐらいに長くいたんですけれども、はい、で、そうですニュージーランドからすごいものを持ってきましたよ ね日本にでもその頃はヤカベとしても、はい、輸入食品を扱って、まあ、全く違う種類のものですけどやってたのできっかけはあったので戻ってちょうど日本に戻ってくる時にアボカドオイルアボカドオイルがニュージーランドで発売されたんですこれがとか、ね、初めてこのアボカドオイル、うん、割とね最近ですよねそうですだから本当にだから私が戻ってきたのが約12年ぐらい前なの で、ね、12、3年かだからアボカドオイルっていうで市場に出回ったのはそのアボカドが油豊富な果物を絞ってオイルを、うんね、作った一番最初の会社は、ね、オリバードじゃないですね。そうですね。オリバードですよね。だから工業用の例えばメキシコとかそういったチリとか、うん、生産量の多いところはもう昔からヘアケア商品とかとして作られていたんですけど、はい、まあ、ダニエさんのご存知のように、はい、オリーブにエキストラバージンとピュアがあるみたいに、うんうん、エキストラバージンっていうのの必要性があんまりなかったみたいで、エキストラバージンを作ったのはこのオリバードが初めてですね。なるほど。そのオリーブオイルのようにアボカドの果肉からエキストラバージンが作れないかっていうことで、オリーブオイルの機械をアボカド用に改造してもらってイタリアの大きなメーカーのもの
ってここの会社が初めて作ったものがちょうど私が日本からニュージーランドから戻る日本に戻る時に発売されたのでじゃあこれやってみようかっていうことで日本に初めて確かにコールドプレスエクストラバージンアボカドオイルですね、うん、はい、そうですね、すごいですね。でそこからいろいろこのリバード社の日本総代理店とかを務めることになって、はい、まあ今話題になってるココナッツオイルだとか、うん、はい、ダニエルさんなんかも本をね、はい、白澤先生と出されてますけども、はい、はい、本を書きましたですよね、はい、こっちですね、はい、ココナッツオイル、はい、ちなみにこれどこの国ですか？それはタイです。タイ、はい、ニュージーランド。ニュージーランド。ニュージーランドだけですか？こちらは、オーガニック商品もありまして、アボカドも。それはケニアから。ケニア。もう世界中からのオイルを。でこちらはオーストラリア産の。オーストラリア産。コールドプレス。で、こちらは、ニュージーランドのアボカドオイルと、フラックスシードオイル、アマニ油と、蜜を、オリーブオイル、オーストラリア産のオリーブオイルを入れてブレンドした。オメガプラスということは、オメガは3種類があるじゃないですか、今おっしゃった、はい、オイルで、はい、ね、そのオメガ3、オメガ6、オメガ9を混ざって安定させたいのはオメガ3ですよね。すぐ酸化しちゃうから、そうそれで酸化の差があって、うん、だから通常だったらアマニ油だけだったら、ね、開封後3週間ぐらいだとか、そうですね、あと冷蔵庫に保存しなくちゃいけないだとか、すごくケアが大変なんですね、はい、でもこちらはアボカドとオリーブオイルが入っているので天然のビタミン E がたくさん含まれているので、これは確かにすごいですよね。でも、うん、ありがとうございます。素晴らしいアイデア、使いやすいし、はい、あとまあ本当に食べやすいっていうふうにはおっしゃってくれてます。はい、であとこちらなんかはなんか最近ね、さとこさんが開発したゆずジャム、ゆずちゃんね、ちょっといただきたいと思ってます、はい、これもやっぱりプルプルだね。ゆずっていうのはいろいろ、まあ今外国産もありますし、ゆず茶でできてるんですけど、このうちのゆず茶はですね、未生のゆずって言って種から育てたゆず、種から育てたゆずですね。だからなかなかないんですよ今。そうなんですか、はい、珍しい。だから酢もほんと限られているので、で全く無農薬で作られているゆずを原料にしているので、皮も入っているので無農薬だといいですね、うん、あと香りが全然違うってよく飲み比べてもらった方はおっしゃられます。香りはゆずですねありがとうございます。ほんと香りがいいっていうのと、あ美味しいですありがとうございます。だから本当に今はもともとはそうやってお米とかそういう一般食品、小麦粉とか豆とかやってたんですけど、うん、少しずつこのオイルに出会ったことから、まあ、こだわった商品で今このオイル、この砂糖もそうだし、砂糖もすごいんですよね。この砂糖な、黒砂糖の生、黒砂糖なんですけど生ですね、っていうのは大体石灰とか入れて固めるんですよ。あ、でもそう、これはそういったものも一切入れなくて、毎年1年に1回だけしか作られなくて、30時間釜炊きして、でもうそのままも職人の勘でよし、ここは揚げ時っていうところで揚げて、固めたっていうか冷ましたものがこの状態になるので、純生コクと、なんかさ、全ての商品すっごいこだわりがあって、うん、ありがとうございます。でもまあ本当にダニエルさんも、うん、白澤先生のところでいろんな食品とか健康について健康されてるじゃないですか。いろいろ私もで、やっぱりつながってると思うんですよね。やっぱり体にいいものをきちんと取り入れていくことが長く健康でいたり美しくいるため、それは本当に安全なものを美味しくて、ね、体の中に入れたいしつけたいんですよね、うん、で、まあ、お化粧品